マカク族の猿の自撮り猿の自撮りは、メスのクロザルがイギリスの自然写真家、デイビッド・スレーターのカメラを使って自撮りした写真のこと。この写真はウィキメディアコモンズにアップロードされ、2014年半ばに大きな話題を呼んだ。人間以外の動物による作品に著作権は発生するのかが問題となったのである。スレーターは自身に著作権があると主張したが、 著作権を持つのはその作者であり、人間以外の作者は著作権では保護されないという考え方のもと複数の専門家や組織から反爆された。2014年12月、アメリカ合衆国著作権局は、人間以外の動物による作品はアメリカにおける著作権の対象とはならないと宣言した。2016年、アメリカ合衆国連邦裁判所は、 猿は画像の著作権を有しないと判断した。2011年、イギリスの自然写真家、デイビッド・スレーターがクロザルの撮影のため、インドネシアに滞在中のことだった。撮影の際、スレーターはカメラを三脚に設置し、カメラのリモートスイッチを意図的にクロザルが触れることができるような形で放置した。メスのクロザルはそのリモートスイッチを押し、何枚もの写真を撮った。 ほとんどは使えないものであったが、黒猿の姿がはっきりと映っているものもあった。スレーターは後にこれを猿の字取りとして発表した。スレーターはこの写真の著作権が自分にあるという思いから、カーターズニュースエージェンシーとライセンス契約を交わしている。スレーターの主張によれば、彼は額に汗して写真を撮ったのであり、あれは猿に、 カメラで遊ばせておくという技術でありアイデアだったんだ。私はそれを見ていればいい。猿にそういう習性があることは知っていたし、予測もしていた。写真を撮らせるチャンスがあると知っていたんだ。同じくスレーターのカメラを使用した自撮りスレーターの主張に疑義を唱えたのが、IT ニュースサイト techdirt.com だった。つまり、猿は法律上の人ではなく、 著作権を持つことができないため写真はパブリックドメインであるというのである。そしてスレーターも猿の自撮り写真に著作権を持つことはできない。彼はその制作に関わっていないからである。カーターズニュースの代理人は猿の自撮りを掲載した techdirt.com に許可していないとして写真の削除を求めた。 さらにサイトの管理人であるマイク・マズニックに対して、マズニックは明らかにどこかから写真を引っ張ってきていますよね。おそらくデイリーメールオンラインからと思いますがと抗議した。カーターズニュースによれば、誰が著作権を持っているにせよ、あなたが著作権者でないことは100%明らかだというのである。スレーターの写真は画像、音声、動画を保管する。 ウィキメディアコモンズにもアップロードされた。このサイトはパブリックドメイン下にあるフリーコンテンツとして利用可能であるか著作権の対象とはならないメディア素材のみを受け入れておりスレーターの写真もまた人ではなく動物による作品だという理由からパブリックドメインとして扱われた。スレーターはコモンズを運営するウィキメディア財団を相手取り自身が 著作権を有する写真である以上はその対価を支払うかコモンズから削除するよう求めた。ウィキメディア財団はこの写真の作者がクロザルであり、誰も著作権を有していないとの判断を固め、スレーターの要求を退けた。この内容は2014年8月にウィキメディア財団が発表した透明性レポートにより明らかになったものである。 スレーターは BBC ニュースにウィキメディアコモンズ上で写真が使用可能になったことにより被った金銭的な損失について語っている。撮影をしてから最初の1年で2000ポンドも稼いだんです。それがウィキペディアに載ったのでは買おうという気持ちなんてうせてしまいますよ。正確な数字を出すことは難しいですが1万ポンドかそれ以上にはなったと思います。 商売上がったりですよ。スレーターは、デイリーテレグラフ市上ではこう述べている。あの人たちは何がわかっていないかといえば、著作権の判断をするのは法廷だということなんですよね。アメリカとイギリスにまたがり知的財産権を専門とする法律家のメアリルリアとチャールズスワンは、写真の作者は動物であって人間ではないため、 撮影の機材が誰の所有物だろうと著作権は発生しないと述べている。しかし、イギリスのメディア法の専門家、クリスティーナ・マイクロスは、コンピュータが生成した著作物に関して定めているイギリスの著作権法を元にするならば、カメラを所有しセッティングしたのがスレーターである以上、一連の写真には彼の著作権が生じるという議論はあり得ると語っている。 同様に、当時バーチムダイソンベルエル LP に所属していた、ロンドンの弁護士、セレナティアニーは、もし彼が撮影のアングルを決め、特定の光と影の効果の下で写真を撮影できる、要撮影機材を設置し、露出を行うか、または、フィルターやライトその他の撮影に必要なあらゆる特殊な器具を使うかしていて、猿はただシャッターを押しただけだったという場合には、彼はイギリスにおいては、 これらの写真は著作権の対象であり、自身は著作者であり従って著作権を最初に取得したものであるという主張ができるだろうと述べている。さらに、サセックス大学の知的財産権法の上級講師であるアンドレス・グアダムズは、現在のヨーロッパの判例法、とりわけインフォーパックインターナショナル A、SV、デンスキー・ラグブレイズ・フォーニング事件の判決を前提と、すると、 写真を選択するだけでも、その選択の過程において撮影者の個性が反映されているのであれば、独創性を認めるには十分であろうと述べている。2014年12月22日、アメリカ合衆国著作権局は、人間以外の動物による作品は著作権の対象とはならないと明言し、その例の中に猿が撮影した写真を挙げた。2016年1月、 スレーターは写真に対する著作権侵害を理由としてウィキペディアを提訴するという意思を示した。猿の自撮りはロンドンのバービーカンセンターで開催されたウィキマニア2014のテーマとなった。ウィキペディアの創設者かつウィキメディア財団の理事であるジミー・ウェールズを含むウィキマニアの参加者らは黒猿の写真のコピーと一緒に自撮りのためにポーズを取った。 このような自撮りと黒猿の写真のコピーに対しては賛否両論があった。ウィキペディアの編集者であるアンドレア・スコルビーがウィキペディオクラシーに記載したところによればウェールズの行為を起点も聞かせず満足そうにしているように見えるとして批判するツイッターやウィキペディアの利用者らもいた。2015年9月22日動物の倫理的扱いを求める人々の会話 猿にも著作権が認められることと、写真から得られる利益を、スラワシの自然保護区域内に生息する猿や他の黒猿のためにペタが管理できるようにすることを求め、カリフォルニア北、地区アメリカ合衆国連邦地方裁判所に提訴した。同年11月、この訴訟の被告である法人ブラーブの代理人弁護士は、ペタは誤った猿のために訴訟を行っているのではないかと述べた。 2016年の審理において、連邦地方裁判所判事、ウィリアム・オリックは、著作権法の保護は動物には及ばないとした。同年1月28日に、オリックは、ペタの請求を帰却した。3月20日、ペタは、第9巡回区控訴裁判所において控訴した。7月12日、裁判所はこの事案についての口頭弁論を開いた。8月4日、スレーター、 ブラーブ、ペタの各弁護士らは近い将来に裁判外の和解に至ることが見込めるとして判決を出さないよう裁判所に通知した。9月11日、スレーターが猿の自撮りによって今後得る利益の25%をナルトのような野生の猿を保護する事前団体に寄付することで、スレーター、ブラーブ、ペタの間で和解が成立した。2017年7月、スレーターは破産し、 弁護士費用が払えなくなっていると報道された。初めの頃はインドネシアへの渡航費用の埋め合わせには十分な数千ポンドを猿の自撮り写真で稼いでいた。しかし、ウィキメディア財団が彼の申し立てを拒否してからというものの収入は数ヶ月に約100ポンドまで減ってしまった。資金不足のため、スレーターは2017年7月にアメリカ合衆国で行われた。 法廷審問に出向くことができなかった。新しい仕事として犬の散歩やテニスのコーチを考えているとも話した。スレーターは以下のように話している。これは私にとって新たな冒険になるだろう。賃金はわずかだろうが、写真会場にはなるだろう。私にはもう、外に出て写真を撮るモチベーションはない。数千ポンドを弁護士費用に投じ、収入は減り続け。 私はひどく落ち込んでいる。また、以下のように付け足している、猿の困窮を明らかにするために、私がしたすべてのことは、私の私生活において、裏目に出た。私の人生はめちゃくちゃだ。それでも、スレーターは、写真撮影の衝撃そのものについては、もちろん喜ばしく感じていると話し、猿の困窮を明らかにし世界中に広める、という当初の意図は、 六年越しに達成されたとした、ありがとうございます。